李博幸は、新末、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、天軍の一員、字は、義弟、義には、新末に日本へ留学し、陸軍主官学校不評価を卒業した。また、留学中に中国同盟会に加入している。1909年に帰国し、新軍第73評官隊、県運南陸軍工部道教官に就任した。 1911年10月、サ津ツは、東大次行らが拡作した19機議に参加した。その後、四川省の革命派支援のために、天軍第二帝団団長に任命され、四川へ遠征した。雲南へ戻ると、天軍第一支市長に任命された。まもなく、雲南省政務庁長,長に移動し、これ以後は軍事職から離れる。1913年10月、 羅拝金の公認として、雲南省民政庁に任命された。翌年、北京に移動し、賛成院賛成となる。これ以後は、中央での目立った政治活動も見られなくなる。1931年、雲南に戻り、以後は、地方で、文献収集の活動に従事した。1939年、雲南省参議会議長に選出された。 中華人民共和国建国後も雲南省に泊まり、雲南省軍政委員会委員、雲南省人民委員会委員などを歴任した、1963年死去、去年85、ありがとうございます。